日本鹿児島県薩摩仙台市統合町、獅子の統合町獅子のは、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧薩摩国薩摩郡統合獅子の村、薩摩郡城統合村大技、獅子の、薩摩郡統合町大技獅子の。郵便番号は895-1101。人口は192人、世帯数は83世帯。 面積は2.21平方キロメートル。獅子の田丹後薩摩仙台市の西北部、川内川、水系田海川中流域に位置している。阿佐域の北方には、東郷町、藤川、南方から西方にかけては、田海町、東方には、東郷町鳥丸がそれぞれ接している。田海川に沿って、盆地の形状をなしており、周辺は、 獅子の田んぼと称される周囲2.12平方キロメートルの田園集落となっている。麻生駅の中央部を、ほぼ南北に、鹿児島県道46号阿久根東郷線が、通っており、集落の西端部で方向を東方に変える。西部には東郷五色浸水公園が所在しており、キャンプ場などが設置されている。獅子の城集落には、軍神社があり、その付近に、 シシノ殿山と呼ばれる森がある。この森は古くはシシノを治めていたシシノ氏の居城跡があったとされている。シシノという地名は鎌倉時代より見え、薩摩国統合のうちであった。統合氏六代当主である、統合氏地下の長子である重勝が、シシノの地を領し、シシノ氏を称すようになった。資料上では、 戦国時代から安土桃山時代の頃のものと見られる、薩摩泉久保方向用と支配注文に、四死の六町一貫文と見えるのが初見であると考えられる。江戸時代には、薩摩国薩摩軍統合のうちであった。村高は、天保郷町では352国余り、軍村高辻町では352国余り、三州五地西洋蘭では3五5 5国余り。 急行給料取調べ庁では353国余りであった。1888年4月28日には鳥丸巡査駐在所が設置された。鳥丸駐在所は1959年4月1日には藤川警察官駐在所を統合している。1889年4月1日に 松村政が施行されたのに伴い、東郷の内東部の区域にあたる小野淵村、山田村、南瀬村、獅子野村、鳥丸村、藤川村の六村の区域より、薩摩郡城東郷村が成立した。それまでの獅子野村は、上東合村の大技、獅子野となった。1952年12月1日に、上等合村が、統合村に解消、即日調整施行し、 東郷町となった。1994年7月には、田海川に、東郷五色浸水公園として、キャンプ場がオープンした。2002年7月16日に、獅子のあざ、沖田の一部が大あざ鳥丸あざ、東園に編入された。2004年10月12日に、東郷町が、川内市、薩摩郡日和町、入城町、下道院町、下古村、 上古式村、里村、鹿島村と新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された、法定合併協議会において、大技なについては、従前の町名を、従前の大技に関したものをもって、大技とする。と協定され、旧町名である、東合町を、従前の大技なである藤川に関することとなった。 合併当日の10月12日に、鹿児島県の国字である字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。この国字の規定に基づき即日名称の変更が行われ、大技名が、獅子野から薩摩仙台市の大技、東郷町獅子野に解消された。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年。 以降の人口の推移である。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2021年現在、東郷町、志々野の,の区域では、路線バスが運行されておらず、薩摩仙台市が運営する東郷地域デマンド交通、ゆったり号が、日曜日宿日を除いて、東郷町、 富士川の本又地区から鳥丸を経て小野淵の東郷温泉ゆったり館まで運行されている。ありがとうございます。